対日構想期強制動員被害調査及び国外強制動員犠牲者等支援委員会は大韓民国国務総理直属の国家機関。日本による強制動員被害の真相究明と被害者、犠牲者、またはその遺族に対する慰労金等の支給を目的として設置された。特別法第8条により以下の事項を審議、議決する。 対日高層期強制動員被害真相調査及び被害判定不能決定に関する事項、対日高層期強制動員被害と関連のある国内外資料の収集、分析及び遺体の調査と発掘、収集、返還に関する事項被害者及び遺族の審査、決定に関する事項資料館及び追悼空間の造成に関する事項特別法で、 定めている家族関係登録簿の作成に関する、事故国外強制動員犠牲者及びその遺族、または未就勤被害者及びその遺族に該当するかの是非に、関する事故国外強制動員生還者の該当の、是非に関する事故国外強制動員犠牲者の、負傷による、障害の判定に関する事故医療金等の支給に、関する事故結果報告書作成等に関する事故、 その他大統領令で定める、事項会議は在職委員の過半数の出席で開かれ、出席議員の過半数の賛成で議決する。委員会は常任委員である委員長1名を含む11名以内の委員で構成される。委員は大統領が任命、または移植する。公務員でない委員の任期は2年。 委員会の業務を効率的に遂行するために、以下の分解委員会が設置されている。障害等級判定分解委員会以外の分解委員会は、委員長が任命またい職する10名以内の委員。障害等級判定分解委員会は、専門医資格を持つ10名以上の委員を含めた15名以内の委員で構成される。任期は2年。各分解委員会委員長は、 委員会委員の中から委員会の議決を経て委員長が任命または移植する。存続期間は2015年6月30日まで。ただし期間内の業務完了が困難な場合は国会の同意を経て6ヶ月以内の範囲で一度の延長が認められている。ありがとうございます。